はい、ビットコインキャッシュのハードフォークについてちょっと追加の動画を作ろうと思うんですけど、今11月の14日の深夜なので、15日、まあ、日本時間の15日の夜くらいになるんですかね、ちょっと分かんないんですけど、に、まあ、ビットコインキャッシュがハードフォークをする予定ということで、まあ、いよいよあと1日くらいということで、自分が予想記事を書いたりしてからまた新しい展開があったりして、ちょっとそれについて話をして、最終的にどういうことが起きそうかっていうのをまた動画でコメントしようと思います。で、記事で書いた予想はですね、リンクを貼っておきますけど、基本的には自分は ABC が価格的にも優勢だし、サトシスビジョン SV の方が一時的に盛り上がるってこともあるとは思うんですけど、まあ、最終的には ABC 側がリプレイプロテクションとかをつけて、2つの独立したチェーンとして、まあ、分離して、ABC 側が BCH で SV 側が BCHSV って形ですかね。で、独立していくんじゃないのかって予想しています。で、この予想したのが数日前だったんですけど、それからですね、動きがいろいろありまして、SV のハッシュレートがどんどん上がってきていて、およそ今 70-80% のビットコインキャッシュのハッシュパワーが SV を支持しているっていう風になっています。で、それに対応するような形で、フォロニー X の先物市場での取引がですね、自分が記事を書いた時は確か、ABC の方のコインの価格が5倍くらいだったと思うんですけど、 SV に対して今ちょうどそれが1対1くらいになっている。で、一瞬 SV が上回るみたいなタイミングも出てきていて、でちょっと価格的にもこれはどっちが高くなっていくのかちょっと分かんないぞっていうような状況になってきています。で、さらにですね、これに加えてABC を推進していた、ビットメインの、まあ、ジハンさんがいきなりこう CEO を辞めたのか降りたのか、まあ、何があったかよく分かんないですけど、まあ、ちょっと CEO を辞めますみたいな、そういう動きがあったりとかですね、あとは感覚的にもなんか SV を支持している人が少しずつ気持ち、まあ、メディアでの取り扱いだったりとかソーシャルメディアとかでも増えてきてるんじゃないのかなっていうような印象を受けます。これは実際どうだか分かんないですけど、というわけで、ね、結構また動きがあったんですけど、基本的には自分は、予測記事を書いた通りの展開を一応まだそのままで予測してるんですけど、ちょっと今の状況でこのまま、まあ、ハードフォークに突入したら何が起こるかっていうのをちょっと予想というかコメントをします。でですね、このまま分裂したら、ハッシュレートが高い方の SV が勝つような気もするんですけど、必ずしもそんなに簡単ではなくて、そこが面白い部分だと思うんですね。で、反省会の放送とか記事でも少し説明しましたけど、今のところ大部分の取引所とかウォレット事業者とかは ABC をデフォルトの BCH として扱っているところが多いです。で、例えば日本の取引所とか規制の影響もあって SV はそもそも扱わないっていうふうに宣言しているわけですね。なので SV、 日本の取引所のユーザーは SV が欲しくても実はもうもらえないっていう状況です。で、ウォレットとかもまあ主要なウォレット、ビットコイン .com とかは ABC をサポートしてます。うん。で、まあだからハッシュパワーがいかに SV が大きくてもそこの事実は変わらない。で、トレザーとかもアナウンスを出してましたけど、基本的には ABC しか扱わないよ。で、リプレイプロテクションがついてないと両方のコインは扱えないっていうような話をしています。で、この状態でですね、事業者にとって最悪な展開は何かってことなんですけど、取引所は SV は、例えば日本の取引所は、SV は扱わないので、ユーザーはコインをもらえません。ただ SV が例えばハッシュパワーが上回っていて、ABC 側を妨害したりとか、まあ、ハッシュボーとかって言われるやつですね、もしくは海外の市場で結構な高値をつけたりすると、ユーザーはですね、取引所のユーザーとかウォレットのユーザーはなんで自分の SV コインが付与されてないんだとか、ABC コインを送ったと思っていたら勝手に SV コインも送られてたんだけど自分の金を返せみたいな、そういうふうに言われるのを事業者は多分一番恐れてると思います。で、まあ、これはユーザーから取引所とかウォレットプロバイダーが責任を問われるような形になってしまうので、まあ、こういうのは避けたいというのが正直なところだと思うんですね。なので取引所とかからすると、このまますんなり ABC が、少なくとも価格の上とかでは勝ってくれた方が、まあ、楽っていうような
気持ちもあると思います。でこれは別に取引所がどっちの肩を持つとかではなくて、彼らはまあなんかあんまそういう混乱とかに巻き込まれてユーザーからこう怒られたくないみたいな、そういう話だと思うんですけど、で逆に SV がすごいこう価格をつけたりとかすごい指示をされると、取引所としては BCH の ABC の方しか使ってないのに SV どうするんだって言われたりとか、SV の方の価格が高くなったりすると BCH の表示は SV にした方がいいんじゃないのかとか、そういう話が出てきたりとか、まあ、結構大変なんですね、うん、でここら辺のやっぱり、モチベーションだったり対応の差とかもあって、自分はハッシュパワーが SV の方が高くても価格的には ABC の方が高くつくんじゃないのかなと思ってるんですね、ハードフォークの直後少なくとも。で、まあ、またちょっと別の展開でハッシュパワーがこのまま SV が上回る形でいったとすると、まあ、ABC 側ももう BTC の方からハッシュパワー取ってくれってこともできるので、まあ、実際どうなるかはまだ分からないですけど、このまま SV 側がハッシュパワーを使って、まあ、押し込んできたときにですね、まあ、最終的にすごいこう ABC も SV も、両方ともオンチェーントランザクションがしばらく事実上機能しないみたいな状況になる可能性があるんですね、膠着状態みたいな、それが1週間2週間、場合によってはもっと長く続くみたいな可能性が出てくると、いやその後にですね SV がカットするじゃないですか。それでそうすると、取引所とかウォレットは今まで ABC の方を BCH って表示してたのを SV にこうひっくり返さなくちゃいけないわけじゃないですか。もう SV しか仮に残らなかったとしたら、いわゆるハッシュウォーダーとか言ってますけど、ハッシュウォーで SV が勝ったら、まあ、もう ABC コインないわけで、ある意味で取引所とかは仕方ないので、じゃあ、SV イコール BCH ですよっていうような取り扱いを変えなくちゃいけないんですけど、そこを変更するのは、まあ、いろんなリスクだったり、まあ、コストとか手間もかかってくるので、これは取引所はとかウォレットは本当はやりたくないと思うんですね、まあ、そういう話もあったと思うんですけど、でしかもこういう形で最終的にそのハッシュパワーの戦いでハッシュウォーダーって言って SV が勝ったとしても、ですね、まあ、取引所とか事業者とか、まあ、ユーザーにとっては結構、まあ、普通に迷惑な話で、しかもその戦いがいつまで続くか分かんないですし、まあ、そういうことがあると仮に一つのチェーンに収束したとしても、まあ、事業者とかユーザーとかからの評価が下がって、おそらく価格自体も下がると思うんですね、今の水準より、まあ、分かんないですけど、多分そういうこうあまりポジティブな見方をされないと思うんですよ、そういう混乱みたいなのが起きてしまうと。でそういうふうに考えると、まあ、ユーザーとか事業者の視点から考えても SV が勝ったとしてもあまり得するところが実はなくてですね、まあ、そこら辺も考えるとハッシュパワーが SV の方が上回っていたとしても、単純にだから SV が選ばれるとか SV の方が高い値をつけるっていうわけでは必ずしもないかなってところがポイントかなと思っています。でそのハッシュパワーが強い方が勝つんだっていうのがいわゆる BCH 支持者の人たちの、まあ、多数の意見なんですかね、だと思いますし、で、まあ、それはそれで考え方の一つだと思うんですよ。でこれは暗号通貨の文脈の中では必ずしももしかしたら間違いではないのかもしれないですけど、実際のこう世界でそれをやるとやっぱそこに事業者だったりとかユーザー投資家とかのまあ思惑だったり、まあ、モチベーションが入ってくるわけで、そんな中でこう実際どういうふうにこのハッシュウォーっていうのが実際ハッシュパワーを持っている方が本当に勝つのか本当に偉いのかっていうのがある意味、まあ、実証されるっていう点でなんか面白いなというふうに自分は思っています。はい、なので、まあ、結論から言うとですね、自分の予想は一応そのままで、まあ、ユーザーとか取引所とかからしてもできるだけ早くこの混乱が収束して、まあ、ABC がすんなり勝ったりとか、もしくは2つのネットワークとして完全に綺麗に分裂した方が、まあ、喜ぶ人の方が多いのかなと思っていて、なので自分はそういう方向に結局行くんじゃないのかなというふうに考えています。でちなみに自分はですね、別に ABC、SV どちらもポジションを取ってないですし、別にどっちが勝ってもある意味、まあ、自分個人としては少なくとも影響ないので、別になんか SV が嫌いだから SV が勝たないと思いますとかって言ってるわけではないですね、うん、仕様としてはもしかしたら SV の方が本当に優れてるのかもしれないですし、
ABC の変更だったりとか今後のロードマップはいろいろまだ不明なところもあるっていう批判もまあ分かるので、まあ、そこは別にどっちを支持するかまあそれぞれ理由があると思いますけど、まあ、冷静に分析をして取引所、ウォレット、ユーザーとかそういう視点を考える、まあ、マイナーも含めてですねの視点を考えると、まあ、今のところはやっぱり2つになんだかんだ ABC の方が折れてリプレイプロテクションをつけて2つに分離するで必ずしもハッシュパワーが勝っているからといって、まあ、その正当なチェーンとして認められるというわけでは必ずしもないのかなというような予想をしています。はい、というわけで、いろいろなこういう予想がですねあと1日2日3日くらいで多分自分の考えが正しかったのか間違ったのかっていうのが分かると思うので、まあ後でまた答え合わせをしましょう。はい、あ、最後にですねちょっと YouTuber っぽいんですけどこの動画が面白かったらいいねとかチャンネル登録をぜひしてください。もうちょいで登録者数が悲願の8500人に行きそうなので、まあ、せっかくならそこをとりあえず目指してます。ではでは、なんか他にもまた動画で話していこうと思います。